何で来た？何で来た？片付けなきゃ、何で来たって。あ、バレちゃう、バレちゃう。ちょっと止めよう。で、これもやめよう。いや、もうやめてよ。あ、おだす。終わりましたね。え、ね、インボールもれお疲れさまです。バレンタインですか？え、バレンタインだけに。バレンタインですか？うまそう。いや、いらない。え、マジ？いや、ま、全然だよ。いらないって。何ですかこれ？なんだと思う、逆に。9月14日だからね、作ってみよう的なことさ。あ、じゃあこれのことじゃないの？なんだろう、メニュー作ってるか。え、チョコじゃないですか？チョコを使った？チョコを使った？使った？確かにもうちょっとあってもいいかも。え、イタリアン、ね、イタリアン、イタリアン、チョコですか？山田のために作ってんね、今俺たちは。チョコですか？そう。俺切っちゃまずいっすよ。いや、まあいいけど、でもほらチョコもらえない人だから、唯一。なんてこと言うんだよ。俺らの中で一番モテないから。正直一番モテないですよね。ね、でモテるでしょ。でも確かに人気は確かにあるかもしれないですけど、モテるでしょ。いや、モテないから。何を根拠に言ってるんですか？だから俺は、俺ら作ってあげようってなったね。ね、俺ら作ってあげようってなったんだよね。うん、そうです。ね、だって小学生の時何個もらいました？ジャニーズ入る前です。2個ぐらい。僕10個っす。俺、これ9個。これクラスの半分っす。それは嘘だ。ほんとほんとほんと。それは嘘だ。言ったじゃん。マジで失礼っす。嘘ね。で、山田が一番モテないです。だから、正直言います。だから俺はなんかで言えば一番モテないの。そうっす。だからもう、ジャニーズという看板を背負ってるだけ。うお、嘘だ。おっきな声で言うことじゃねえだろ。だから俺らが作ってあげようってことで。そういうことなんですね。いいですね。今年もきっともらえないであろう。そうだよ。そうそうです。女優さんとか作ってるじゃん。その一番ありますね、ドラマの人とか。はい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 。めちゃくちゃ大変だよ。だってドラマなくもらったのがいいよ。ドラマの期間中にこうやって夜な夜な作るってことですよね。とんでもないことじゃないですか。セリフ覚えなきゃいけないもんね。まだハードワークまだかな。これめっちゃうまいっす。いちご好きっすよね。大好き。そうなんですよ。美味しそう。めっちゃいい匂いする。え、何気に初料理じゃないですか、ここでやるって。いや、そうだよ。料理ってことは、ここで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 は、もう全部入れちゃいますよ。ほらね、だからさっきの。え、入れすぎじゃない？匂いが結構入れる派なんですよ。ちょっと、社長はクランチ的なこと。クランチチョコでした。そうそうそう。あ、分かってんじゃん。え？やったことね。あ、でも山田料理するもんね。料理しますよ。こういうのやんの、スイーツは。あ、スイーツは僕はやったことないですね。ティラミスぐらいか。めちゃくちゃやってた。ティラミスはそんなに難しくない。でも溶けないね。え、これさ、なんでこれだけ溶けないの？おかしくないですか？めちゃくちゃ怖くない？湯あったかいんすよ。ここに入れたらどうですか？いや、なんかさ、溶けますか？一回入れてみましょう、そこに。ちょっと感知して。そう、熱いですよ。うん、風磨がさ、一回溶けてちょっと固まってもう一回溶かすときって変わるってことですかね？その溶ける。いや、そんなことないんじゃないですか。全然信じるか信じないか。だから言ったよね。これ熱いですか？チョコの陰謀なんだよね。これなんで溶けないんですか、一回溶けたの。だから僕はこの前の放送で言ったでしょ。それはチョコタクスゼイアンの陰謀なんだよね。チョコタクスゼイアンって何？これ熱くて持てないんだけど。熱くて持てないのに溶けないっておかしくない？これなんですか？大好きですか？座ってていいよ。ちょっと映りたい。でも映りたい。じゃあ、この一歩映ってないみたいな。じゃあ、結局言っちゃうじゃん。結局4人で作ってるみたいなことになっちゃうから、それは嫌なの、俺はね。確かに。でも構成的にその別の部屋からみたいなカメラ一台で撮ったら面白いかも。うん、よいしょ。ちょっとここがっつりなんか今から何か作りますっていうの全部ありますけど大丈夫ですか？見ないで。え、そういうの見ないで。なんだって。いや、もう持ってないんでやっぱり。何？
わかんないんだよ、ね、じゃあ見ないでっていうか、あの見てくださいっていうくらい置いてあるぞ。3人で決めてたんだよ、どうしようかっていうの信じられないくらい置いてあるから見ちゃうんですよ、これ目に入っちゃう。え、お湯が温調え、もうちょっと何一個さんもうちょっと何もう二度お湯入れよし、じゃあこれで、はい、今から来る山田くんにサプライズであげたいと思います。大変いるよもういるよ、後ろに楽しみだな。あっちだ、ルスケレッツゴー。はっどうかな。まあね、味いいよ、真ん中。そうだ、いいんですか。いきましたー、すげー、よいしょー、どすこいどすこい、すごい、すごい、うまそうじゃないか、美味しそう。ということで、はい、ハッピーバレンタイン、イエーイ、ブパパブパパブパパということで、うん、ちょっとまあ我々の中で一番持ってない山田くんが今年チョコもらえない可能性があるので、そうですね、我々3人で何調べなのって話なんだけどね。ちょっと見てごらん、これこっちに残しておくんやん、これ大丈夫か、気をつけろ、漏れたけど、あー、いい、あー、かわいい、これはいい、あ、なんかいいね、あ、ええやんか、かわいい、いい感じ、色味もいい、ハッピーバレンタイン、バレンタイン、いや、え、これ誰がどれを作ったんですか。あれね、え、だってこれは風磨作ってたじゃないですか。あ、あれじゃん、すいません、え、俺、聞こえて、いるよね、見えてる、はい、どうす、はい、もういいですか、食べて、どれから行きたいんですか。え、でもイチゴが好きだから。そうなんだよ、ほら言ったじゃないですか、うん、やっぱイチゴはね、ほとんど風磨、いいですか、ちょっと食べて、もちろん、いただきます。まずいわけないんだよな、まずいわけない、めっちゃうまいっす。おお、ちょっと食べましょうよ、食べよう、うん、めっちゃうまい。いや、これちっちゃいんだけど白、うん、うまっ、うわ、うまっ、うん、これニッチかなってことは、え、あ、俺、見えてる俺もね、あんま分かってない、実際誰が作ったのか、人形してたから、これはちょっと削った人は違うかな、うん、うまっ、みんなで一緒に作ったんですね。そう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 、ぶわーっと溶かして、うん、これもうまい、俺一番好きだ、これザクザク、あ、やっぱ固まってない、じゃあ逆になんか生チョコ、ぬるっとしている、なんで俺や、ダメ、なんでさ、原因なの、あ、これ食いやすい、食いやすかった、形が、え、同じですか、同じだよね、使ってみるのと同じですか、同じ、うん、どっちが欲しい、こっちっす、何なんだろう、本当に違う、でも味が、お前マジか、いや違う、そのチョコ一回溶けてもう一回溶けないんですけどみたいな、同じ悩みの人がいっぱいいる、 LINE じゃん、 LINE してるだろ、してねえじゃん、本当にメールしてたら一生そうさあ、でもなんかやっぱあるみたいですわ、要するにその乳化、なんかチョコをまとめてからも話しますね。そうそうそう。これ途中なんか原因があるみたいな。
お湯入ってたにしました途中で。入った入ってた。チョコは大体入ってる。ん？チョコ全然入ってる。全然入ってます。お湯入ってる。湯煎してる時にお湯ちょっと入っちゃった。入っちゃった。うん、それダメだよ。あ、それダメらしいです。書いてあるでしょ。書いてある。だからもうそれ書店の中丸くんですよ、だから。いやでもみんな入れましたよ、ね。書店丸でしょ。でも量的には菊池が一番多かった。え？中丸くんですよね。びっちゃびちゃだったらしいもん。マジやばいこの人。すぐ出したら大丈夫だ。いやマジでそんなところじゃなかったから。びっちゃお湯使っちゃってたから。そもそもまだチョコ溶けてなかったから。溶けてる段階で水入っちゃうとやっぱダメだから。ダメだったの。はい、ダメです。いや溶けてる段階だったからもう。溶けてなかった。あれによって溶けてたから。なら。ちょっと待って、そんなことも知らないの。何が？じゃ入ったんだよ勝手に。勝手に入ることはない。お湯は意識を持って入ってきたんですか、こうやって。そうだよ。チョコの中に。うん、バカなことあるかい。なんか、その水が入ることで、糖分と水がなんか結びついちゃうらしくて、で、油分と真面目か油分と分離しちゃって、ボソボソになるそうらしいっすよ。あ、じゃあやっぱまさにじゃん。これ全然だって。ボソボソだもん、これ。うん。完全に失敗。誰ですか、これ作ったの。中丸くん、正規さん。正規さんっすね。だから僕言ったでしょ、これは僕が作ってないってこと。僕が作ったのはこのストロベリータクスゼンヤなんだよね。だんだん下手になった。やめた方がいいよ。盛り上がりだったね。意外と難しいですね。なんかもなんか簡単だと思ったんですかね。だから一個本当にみんな女の子たちは、うん、あんまもういやでも俺らも溶かして固めただけですよ。でもその溶かしがさ毎年やりましょうよ。やるやる、もちろん、まあ、山田くんが持ってる。俺らはもらえるけど、山田くんもらえないから。やめろそれ。